まずちょっと食わせを作ってみたいと思います。でこのあたりなんですけども、僕ずっと提灯の時なんですけど、魚をだいぶ寄せ釣りをしますので結構ハードな釣りなんですよ。でこのあたり結構しっかりしてまして、張り持ちも抜群です。で僕水の量なんですけども、とにかく張り持ちを重視したいので2袋に対して水を120入れます。ではちょっと作ってみます。でこの量もですね、なぜ一袋じゃないかと言いますと、結構餌打ちしますので1日でちょうど2袋でぴったりな量となってますね。で水測ってあるんですけど、これを120入れます。でここでしゃもじでかき、よーくかき回してもらって、でこう叩くように、でここがかなりまず最初の重要なポイントなので、しっかり潰してください。ここどこをやってもこう溜まってないような。でここまでなりましたら火にかけていきます。で火は僕の場合なんですけど、もう最初から最後まで強火です。で火にかけて、この鍋の底、ヘチが鍋のヘチにしっかりつくように一定のスピードでかき回してください。でここで大体そうですね、1、2分で固まってくると思うんですけど、でいろいろこの火の火加減とか変える方いると思うんですけど、僕はそこを変えないで一定のスピードでかき回し続けて、で鍋から下ろしたりまた火にかけたり、その方法でやってます。もう少しちょっととろみがついてきましたね。でこのとろみがついてきても、この手のスピードは変えないように。でここまで来たら一度こうなんとなく白くなってきましたね。でそしたら火から下ろして、でここで30秒、でこの時もスピードは変えずに、まあ、10秒です。20秒、でこれで約30秒ですね。でそしたらまたこう一度火にかけて、このうどんの底からこう泡が出てくるまで、要するに加熱ですね。これでこうポコポコしてきたらまた火から下ろして、で同じく30秒、10秒、20秒、これで30秒。だいたいこの作業をすれば均一に混ざると思うんですよね。その白い部分と透明な部分が全くなくなって、でここで絞り出すんですけど、ちょっと冷めているので硬いの でもう一度ここで火にかけます。でまたポコポコっとしてくるまで、ちょっとこれは温めて柔らかくする感覚ですね。ここはちょっとこの辺にこうポッコリが出てきたら、もうこれで火は止めて、でこの今かき混ぜている作業は熱を均一にしている作業です。でそしたらここの底からすくいこう回して、ヘラでそこのうどんをこう剥がすように、でこうするとうまく取れると思います。で取ったら少し回転させながら
で下から吸います。また回転させながら、なかなかこの作業がね難しいと思うんですけど、ここ入ったらこううどんを切るよ。で蓋を閉めます。で閉めたら、もう僕はここでよく時間をかける方もいると思うんですけど、僕はもうここですぐ絞っちゃいます。でこの高さなんですけど、この低くすればするほど太いうどんができます。で高くすればするほど細くなります。で僕の場合だいたいそうですね、10から15センチで、まあ自分なりにはこれで標準的な太さですね。でもちろんこの口の太さによって変わってきますので、それぞれ皆さんの太さに合わせてこの高さは調節してみてください。でここもちょっと力がいるんですけど、もう一定のスピードで同じ力で、よし、これで絞りました。でしたら最後に切って、で若干ちょっとこのうどんが固まっているので、こうほぐしてもらって、ここで氷を入れるんですけど、ちょっとこれだと水が多いので少し水を減らします。で僕の場合はこううどんからちょっと水が多いかなってぐらいにしまして、で今度氷をもうこの水面いっぱいにで置いて、これでちょうど10分間放置してください。はい、じゃあ10分経ちましたので、ちょっと切っていきたいと思います。でこのヘチから僕手で切っていっちゃうんですけど、こう引っ張って切る、引っ張って切る、だいたいこのくらいの長さですかね。ちょっと職人っぽく言ってみます。でこのお水の量なんですけど、僕120で作ったんですけど、あの硬く作っても柔らかく作っても、このプリプリ感とコシがしっかりしているのがこのあたりの特徴なんですよね。ですのでその水の量はその皆様の好きな感覚でいいと思います。しっかり持つうどんなので。でこれも大体同じような長さに切っていきます。で切りました。で切ったらここで水気をしっかり飛ばしてください。でそしたら今度タッパを2つ用意しまして、でこれを大体こう同じぐらいの量に分けます。でなぜ同じ2つ用意しますかと言いますと、やっぱりこう空気に触れて若干変化しますので、例えばこれを昼まで用で、午後からはもう一つを大切に保存しておけば同じようなうどんが使えます。でこのわらび職人安定器ですね。でこのあたりとわらび職人の相性が抜群にいいの でこのような作り方をしてもらえれば、そうですね、大体今日から2日間3日間同じ状態で使えると思います。でよくかき回して均一に混ぜます。で絡んだらこれで蓋を閉めて、であとこれから保存方法なんですけども、もう大丈夫だと思うんです。夏とかでしたらできるだけアイスボックスに入れて保存していただければこの状態が1日続くと思います。でここで作り方は終わりなんですけど、今度この鍋をどうするかなんです。皆さん苦労してると思うんですけど、僕の場合この鍋にこの残った水を入れてしまいます。で全てが浸かるようにして、でこれで1日置いて、で釣りから帰ってきたら洗うと、これが嘘のように手できれいに取れますので、ぜひお試しください。
で次うどんなんですけども、僕はこうできたうどんをこう指でちぎっていきます。で、そんなに気にしてないんですけど、なるべく刺す位置ですね。刺す位置は気にしてません。でこうどこの面積でもいいので真ん中から入れて、で一番大事なのはこの針先を出すことですね。でこう例えばちょっと針先がこう出てない状態だと、提灯で棚がこう深いので、その途中にこう抜ける可能性があるんですよね。であとこの釣り魚たくさん寄せでいっぱい動かしますので、でこう餌が抜きやすい状態が起きてしまうので、必ず針先はしっかり出してください。でこの大きさ、ちょっとうどんなもんで分かりにくいと思うんですけど、この大きさがちょっと僕の中で標準的で小さめです。で少し大きめがいいときは、ちょっと非常に分かりにくいと思うんですけど、若干大きめにします。で大きめがいいっていうときは、やはりこう浮きが大きくよく動くのに決め当たりが出ないときに大きくします。でまた逆にちょっと動きが少ないなって時に小さくすると、当たりが速くなったりするんですよね、うどんの大きさだけで。ですからそこのうどんの大きさがかなり重要ですので、そこもいろいろ大きさ変えてやってみてください。よかったね。でかいでかいのが来ました。シンベだ。よし、やっとシンベラが釣れました。今年いたやつですね。でも提灯だとこういう大きいのが絡んできますので、